吉田さん、YouTube の利用者なんですけども、実はですね、視聴者数ってのはね、ここ5年あんまり変わってないんですよね。もちろん10年のスパンで見るとかなり増えたんですけども、最近の5年は頭打ちというか、新しいアカウントがあんまり作られてないようなんですよ。まあ当然ですよね。日本語の発信をするに対して日本語の受信をしたい人ってのは、マックスがまあ1億人ですから、5000万ぐらいのアカウントができたらもうそれがアッパーじゃないかなと思うんですよ。それに対してですね、YouTube の発信者ってのは結構増えてきてるんですよ。まあこれはお分かりだと思いますけども、まあいろんなね、ライブ放送とか、それからテレビの番組とかがなくなっていく中で、規制が入ったりとかね、コロナ禍でなくなっていく中で、芸能人の方とか、演劇の方とかね、お笑いの方とか、ミュージシャンとか、アーティストの方、今まで、まあライブステージとか、発信の場があったんで YouTube にあえて手を出さなかった方が、食うに困って YouTube になだれ込んできてるっていう現象があるんですよね。放送作家の方も YouTube の台本を書いたりとか、映像編集の方も YouTube の映像編集を代行したりとかっていうので、とにかく YouTube の、なんか質が上がってきたと言いますかね、競争が激しくなってきたんですよ。ということで私もね、この1年2年感じるんですけども、予測検索にあんまりね、今までと同じような人が上がってこなくって、ちょっと組み合わせが変わったんですかね。YouTube にログインすると、どうも前とは違う景色が出てくるんですよ。主にテレビの YouTube への移行っていうのが、例えばニュース番組とかね、バラエティとかね、あの辺が YouTube にアカウントを作ってね、公式のテレビ番組とか、そういったマスコミの方が YouTube に参入してきたのがよく映るようになってきたんですよ。ということなんで、一般人の方がアクセスを集める時代ってのは終わってきたのかなと思いますね。私もね、あんまりね、チャンネル登録伸びなくなってきたのと、今年は伸びてないですね。16,000人をマックスにして、今はちょっと減ってるぐらいなんですよ。14,500人になってますから。で、再生数も、一時期はね、数千数万っていうのがたまに出てたんですけども、最近はそんなことなくって、もう本当にね、数十から100までなんですよ。これが何を意味するかってことなんですけども、アクセスを取って、広告収入とか、アクセスを高めていって、プロダクトランチとかでリストを集めて、そこにセールスを一定の確率でかけていくっていう時代は終わって、本当に少ないアクセスに対してどのようにね、サービスを提供できるのか、どのようにマッチングできるかっていうことが問われているのかなと思いますんで、またね、吉田さんの時代が来たと言えるんではないかなと思うんですよ。まあ当然私もたくさんの人を集めてっていうモデルではないので、少数の人にリピートしていくって形なんで、私もそんなにね、大崩れはしないんですけども、まあでもね、何が言えるかっていうと、間に合ってたなってことなんですよ、これが。やっぱり、10年近く前に私もこの世界参入して、YouTube を力入れてやったのが、それからなんですけども、あの時に始めていると良かったなと。途中でハンモック YouTuber みたいなね、そんな教材とかも売れましたけども、あんな教材作ってる人、使ってる人、今どこにもいないですからね。やっぱり、一人一人の視聴者さんにどのようにも、訴えかけていくかっていう、本当のトークの力とか、信頼関係を作る力、要するに、まあ人柄ですよね。そこを磨き上げてきた人だけが勝ってるんじゃないかな、勝っていくのかなと思います。ですので、最近はその VTuber っていうジャンルも出てきましたけども、VTuber も結構ね、頭打ちになると思うんですよ。あれは VTuber って言って、側を扱ってる人とは違う人格がそこに投与されてるんですよね。だから VTuber がいくら人気になったところで、それを演じてる人のアカウントを持ってる人の性格や人格ではなくて偽りなんですよね。それを視聴者さんも作り上げてるってことを分かってるんで、じゃあ本人が出ていて何かするってなった時に大崩れすると思うんですよ。もちろん VTuber っていう風に作り上げられたアバターとかね、そういった虚像っていうのは本格的に作る人が出てくれば完全に太刀打ちできなくなってくるんですよ。それこそ、本人そのままじゃないだけに太刀が悪いと言いますかね。高いクオリティと、それから本当にアニメーターの方とかね、芸能関係とかの方が VTuber に入ってきたら、素人さんはもう全然太刀打ちできないと思うんですよね。だからそこに投げ銭みたいなシステムで課金を求めてる人は完全に食いつなげるかどうかっていうのがすごく怪しくなってくるんじゃないかなと思いますね。だから地道にやるということはどういうことかっていうと、自分のトーク力とか信頼関係を築く力を高めていくことによって、何のテクニックがなくても、コピーライティングがなくても、プレゼン能力とかね、なんかそういう小賢しい、小手先じゃなくって、真に自分という人間がどうつながっていくかってことを追求してきた人だけが生き残っていくのかなと思います。それがだから一般人の勝てる方法ということだと思います。まあプロの方はね、持ち前の能力とか見た目とか演技力に加えてお金をかけたトレーニングとかプロの方との関わり合いによって YouTube でも素人をねぶち抜いてその地位をあっという間に築くと思いますけどね。だから私たちが昔テレビで見てたような憧れの世界が、銀幕の世界が今 YouTube に移ってきたかなっていうところと、あとね重要なのがプラットフォームはテレビであるってことだと思うんですよ。テレビに一瞬出た人が視聴者さんがもっと知りたいと思ったら YouTube に来るみたいな流れで、もはやね地上波に出れない人に YouTube で勝ち目がないというぐらい、まあ勝負はあったかなっていうところなんですよね。本当に戦うべきなところは YouTube なんだけども、でもテレビによって認知されないと誘導が起きないっていうんですかね。やっぱりテレビのリーチ力っていうのはほぼ 100% ですからね、凄まじいと思いますね。だからやっぱりテレビの時代っていうのは、今の時代 YouTube がこれほど強くなってきたからこそさらにテレビが重宝してくるんじゃないかなっていうような気がするんですけどね、いかがでしょうか。私たちとしてはね、少ないユーザーさん、少ない視聴者さんにしっかりと自分の気持ちを伝えていくことなんで、大きく体制が崩れることはないですけども、高いアクセスを根拠に YouTube 活動されてきた方っていうのは逆に総崩れするんじゃないかなと思いますね。つまり数よりも濃さだということで、さすが吉谷さんというところですね。まあ、私もねその作戦でこれからも行こうかと思います。そっちの方が自分向きですしね。じゃあいってらっしゃい。